じゃあね、とりあえずぼちぼちと戻っていきたいと思いますよ。まあ、とりあえずエアコン全開にしてね、車の中まだちょっと暑いな。まあでも直射日光じゃなかった感じですからね、今日まだマシかな。さあとりあえず出てきましょう。まあ道も高速もね、もう通行止めだよって情報も出てましたから、今回はね、もうゆっくりと下道で、多分どっか途中でダウンすると思うんだけど、でもここで離れたところで900円ですか、さっきのところ800円ですね。はあ、まあいいタイミングだと思いました。ここだと1500円だもんな。そう考えると今のところだいぶお得でしたね。そっか、朝濡れたのを乾かすのにちょっと、冷たくしなくしてたんだから、冷えてこねえなと思ったらそういうことか。あ、大雨降ったもんな。こっちの方も多分相当降ったんでしょうね。はぁ、あったどうしたい。サザードランプ書いたけど、消し忘れたと思って逆に押したパターンか。うん、見にくいね、この時間帯は。とりあえず刻一に出るか。23号使ってもありだもんな。まだこっから四日市までですよ。豊橋から四日市って遠いかな。多分普通に行っても上道使ったら9時過ぎぐらい、もうちょっとかかるか。ねえ、伊勢湾岸が使えたとしてね、9時は回るよね。で下道行くんですか、もう普通に行ったって10時は回るんで、だと多分途中でダウンするんで、まあ、今回はね、あんな、もう棒を起こしてじっくりとかっていうような感じではなくね、にはなるとは思いますけど、とりあえず東口の方に出てね。それにでも豊橋駅って、ね、東口の方は有名ですけど、西口ってあんなに結構格差激しいですね、西口と東口で。こっちがメイン側の方になってくるところでね。あ、ここがあの橋か。新幹線をまたぐ橋ですね。よしよしよし。で、さすがに豊橋だったらローソンのセブンか。セブンじゃダメなんだよな。あ、もう早速名古屋の案内が出ましたね。これは259号線なんだ。岡崎あたりで一休みしてもいいけどな。そう、困ったことがあってね、いざとなったら温泉入ろうかなとか思ってね、ちょっと下調べしてたんですけど、やっぱ軒並みあのまん延防止等重点措置の影響で、もう閉めてるところが多いみたいですね。もう臨時休館しちゃってるところもあるみたいで、ということで、お風呂の目は今もう夜の7時なんでね、ほぼほぼ立たれました。温泉ちょっと入りたかったんだけどな、こっちの方の。でも疲れてるぞ。今豊橋駅の前を出たところなのにもう疲れてるんだけどな。どうしようでしたっけ。まだまだど真ん中のあたりですからね。もうちょっと先行ったら豊橋の市役所ね。でここから市電がと並走になってね。あ、ちょうど反対側市電が通っていくわ。面白いですよね、この光景も。で、名古屋方面はどっちだっけ。
道1号線にぶつかって、あ、いいな、このまままっすぐでいいんだ。23号で蒲郡経由っていう手もあるっちゃありか。どっちの町経由か、結局ここからずっと23号走るっていう手もありっちゃありなんだよな。まあせっかくなんで同じ道行ってもあれなんでね、23号で帰りましょうか。帰りはまあこの画角だったらさすがに蒲郡でも大丈夫でしょ。あれ、これさ、昨日のこれ、昨日の快活クラブの方に向かってね、俺あれだ、そう、謎のとんかつ屋さんも出てるし、間違いない、これ、この先に快活クラブだ、そう、そういう位置取りだったか。この快活クラブ、国一、あ、23号か、23号走ったのかな、今日は、そうだ。23号線沿いだと快活クラブはないのか。まあまあまあ、決まった、国道これ右だ、まっすぐ行ったらダメだった。思ったよりローソン出てこないな。これは何でもセブンスばっかりすぎるぞ。でこの先でまた23号にぶつかりますね。これ豊橋バイパスか。ああ、じゃあこれで全然ストーンと行きますよ。蒲郡までね、確か。ああ、バイパスで一飛び。まあ一飛びって言っても名古屋まで79キロもあるのか、遠いな。名古屋と豊橋だと軽く別の経済圏ですもんね。豊橋はちょっと独立してますもんね。さあ、豊川に入りましたよ。本当この道はストーンと行けるんでいいですね。で、市街地の方じゃなくてこのまま蒲郡の方で向かっていきましょう。これ使ったら案外1号線で行くよりも早いかもしれないですね。でこの時間だったらあの名古屋に入っていくところら辺で混むところも多分そんな混んでないと思うんで、どうだろう、まあ、読み甘いかな。というか蒲郡だからこっちだよな。やっぱし岡崎豊川の方に向けてくる人が前提で作ってるんでしょうね。右折レーンが2つですもんね。今はね、まだここが繋がってないってだけですからね。またここが先が繋がったらもう完全に豊川の方面に行く人がもうほぼメインになるでしょうね。ここ海苔屋さんなの？川海苔直売所なんだ。へー、なんか水が冠水しちゃってたのかな。すごいことになってましたね。蒲郡に入りました。さあ、大丈夫かな、ここから。もう実は横にはこれ浜が広がってるはずなんですよね。レストランもあるし、お、すげえ、蒲郡いきなりステーキが生き残ってる。久しぶりに見た、いきなりステーキ。さあ、ちょっと入ってますね、よかったよかった。もはや見る機会がなくなっちゃいましたからね、四日市だと。ここはなんかうまそうなバーガー屋さんとかもあるし、いいですね、ベイサイドって感じになってますね。ホテルアス4800円も安いな。で、JR の三河大塚駅の近くらしいですよ。 JR はこっち側通ってますもんね、確か。
だから旧東海道に近いのはむしろ名鉄の方なんですよね、東海道線よりも。ラグーナのダーマゴーリーですね。ここは大きいな。そしてこの横がラグーナからまずゴーリー。つっても反対側なんで何も映ってませんけどね。参加でさ、スカイライン、この時間からね、スカイライン行ってもしゃあないですからね。ここわかりにくい。あ、カツサト、ここにもカツサト結構多いですね、カツサト。四日市にあったところは確か変わっちゃいましたよね。あれもともと上里じゃなかったっけな、うん、あったり入っちゃったの違いましたっけ。上里ではなかったな、あそこは上里ですよね。高茶屋にあるのは上里ですよね。あそこは好きだ、大好きだったうどん屋さんがなくなってしまって、話しに見に富士市がないとったら、意外といいとんかつ野菜になったっていうね。結構店入れ替わってできましたもんね。あの王将の入ってる筋の方もね、この辺りはでもあれですね、ヨットハーバーの近くになってるんで、こちら側はもう海岸線なんで、これね昼間だったら綺麗なんだろうけどね、夜なんで何も見えない上にコンビニが立つね、海の家にコンビニ建てるわけにいきませんから、結果的に全然コンビニに巡り合えないっていう寂しい思いになってますね。おー、こんなところリゾートホテルですっていう、ルービーな、すごいな。こういうホテルとは本当に縁がないでしょうね。だってこのチャンネルがね、もちしね、どんどんね1万人とかね、行きましたよとかってなったところで絶対ね、ああいうところ行くようなあれになると思いませんもんね。まだまだしばらく海沿いだから なさそうだな。あ、出てきた、はあ、ファミリーマートが出てきたからいいです。ここでよいしょ、まあ、まあ、よく、お、すげえ、何ここ浮き輪ってんの、ファミマなのに。